皆さんこんにちは、よしきです。本日は駒ヶ根駅で開催されるサヤコーキングに行きます。213系5000番台普通列車稲松島行き 1503M 列車を到着しました。上方切駅で213系5000番台普通列車天竜行き 204M 列車と指定しました。列車は駒ヶ根駅を出発しました。本来であればこの駅で下車しますが、とある理由で稲志駅まで向かいます。列車は宮田駅に到着しました。この駅で反対列車とすれ違いを行います。宮田駅は8時に3本も列車が来ます。211系1000番台普通列車飯田行き 210M 列車を到着しました。列車は稲志駅に到着しました。この駅からさやかウォーキングを駒ヶ根行きに乗車します。313系1700番台臨時快速駒ヶ根行き 9853M 列車が到着しました。岐阜県 JR 中央西線長津川駅より出発した列車です。
列車は下島駅を通過していきます。さらにはサランド駅も通過していきます。飯田線の名所40パーミルを通過していきます。これは1000メートルにつき40メートルの高低差があるということです。列車は赤城駅を通過していきます。列車は宮田駅さえも通過していきます。宮田駅は今回のサラカオキムのゴール駅となります。列車は大田切駅を通過していきます。この駅を通過すれば終点駒ヶ根駅です。列車は終点駒ヶ根駅2番線に到着しました。
この駅からさやかウォーキングがスタートされます。さわやかウォーキングは CM の後でどうぞ。それではさやかウォーキングスタートです。広小路は名古屋だよな。広小路口で名古屋になってるじゃねえかよ。いねえよ。無理しないでよ。ここで中央道高速道路をくぐります。駒ヶ根駅から徒歩1時間で高泉寺に到着しました。高泉寺にお参りに行きます。ちなみに高泉寺の本堂は撮影が禁止なので注意してください。高泉寺を後とし、次の目的地へと向かいます。おお、大沼湖だ。ここが大沼湖か。北海道の大沼湖じゃないけど、意外とちょっと太陽が照り続けて暑いんだけど、本当に林とか森の中にいるとめちゃくちゃ涼しい。
本当に歩いてていいよ、本当に。今ちょっと半袖なんですけど、めちゃくちゃ涼しい。まずい、ちょっと猿いる。まずいかもしれん。どうする？猿の方がいいから。車来たで。ちょっと車来た。ちょっとまずい、本当に進めねえかも。これ猿がいるせいでがちょっと進めないな。マジかよ。音声案内による運行情報については、1を鉄道のご利用に関するお問い合わせは、2をお忘れ物については、3を爽やかウォーキングについては、9を押してください。駒ヶ池なんだ。その後、ゴール地点の宮台駅へと向かいました。313系1700番台、普通列車、家出行き216円列車が通過していきました。予定であれば、この列車に乗車するはずでした。213系5000番台、普通列車千代行き225円列車が到着しました。213系5000番台、普通列車駒金行きの回送列車が通過していきました。後に駒金駅から普通列車豊橋行き562円列車となる列車です。313系3000番台、普通列車岡谷行き229円列車が到着しました。
313系3000番台普通列車天竜峡駅218時目指定が到着しました。列車は駒ヶ根駅2番線に到着します。3番線には213系5000番台普通列車駒ヶ根止まり 1511MC が停車中でした。列車は稲福岡駅で313系3000番台普通列車岡谷行き 519M 列車と接しました。列車は一田駅に到着しました。この駅では反対列車との待ち合わせを行います。313系3000番台普通列車岡谷行き 235M 列車が到着しました。反対列車が到着したので218名車も出発していきました。それでは本日の動画はここで終わります。ご視聴ありがとうございました。